自然主義的語尾は、ナチュラリスティックファラシーの訳語である。20世紀初頭に、G.E. ムーアが、著書、倫理学原理の中でこの言葉を導入した。その後この概念は、本当に語尾なのかどうかも含めて、多くのメタ倫理学者によって、再解釈、検討され、メタ倫理学の中心課題となってきた。ムーアによれば、自然主義的語尾とは、 良いを何か別のものと同一視することである。その何か別のもののうちには、我々が経験できるような対象も含まれるし、我々が経験できないような刑事上学的対象も含まれる。良いを経験できるような対象と同一視するのが自然主義的倫理。良いを刑事上学的対象と同一視するのが刑事上学的倫理である。 この二つの立場が共通して犯しているのが自然主義的語尾である。したがって一般の解説書によくある善を自然的対象と同一視するという誤りという自然主義的語尾の定義はムーアの本来の用法からずれている。ムーアは定義とは複合概念を単純概念の組み合わせに置き直すことだとした上で良いは単純概念だから この意味での定義のしようがない、と論じる。これは、良いに限らず、黄色いでも、同じことであり、黄色いを定義しようとする人も、自然主義的語尾と同質の誤りを犯していることになる。自然主義的語尾はしばしば、であるから、べしは導けないというヒュームの法則と、同一視されるが、これもまた、ムーアの意図と違っているということが、黄色いとの対比からも明らかである。 自然主義的語尾の概念を武器に、ムーアは、スペンサーの進化倫理学や、ジョン・スチュアート・ミルの功利主義カンとの倫理学などを批判する。ムーア自身の立場は、良いは直感によってのみ捉えることができる性質である、という直感主義であった。自然主義が、良いと経験的対象の関係を定義的な関係だと捉え、X は良いという命題が、 分析的な命題となると考えるのに対し、直感主義においては、X は良いという命題は常に、総合的な命題である。良いが単純概念だから定義できない、というムーアの議論は、様々な論者から批判されている。自然主義的語尾という言葉自体も批判され、例えばフランケナは、定義主義的語尾という言葉を提案している。また、直感主義は、 直感という正体不明のものを持ち出したことで非常に評判が悪く、指示者も少なかった。直感という語ムーアはヘンリー・シジュイックの哲学的直感に習って使っている。この場合直感とは中性的意味での語性によって直接に知られるというものではなく、またカント的な意味で感性的な知覚でもなく、理性による吟味を経て得られたものと考えられている。 アルフレッド・エイアーラの情緒主義において、自然主義的語尾は、新たな解釈を受ける。価値判断を関東史などと類比的な単なる情緒の表現だと考える。つまり、経験的なものであれ、刑事上学的なものであれ、何かの事実を記述するという事実命題とは、本質的に異なるタイプの判断である。この立場からは、 自然主義的語尾ーとは記述と情緒の表現という全く異なる性質の行為を同一視しようとする誤りだということになる。情緒主義と異なる非認知主義の立場として RM ヘアーの普遍的指令主義がある。ヘアーは自然主義的語尾ーにあたる言葉として記述主義的語尾ーという言葉を使う。ヘアーも情緒主義に習って この語尾の本質は記述と記述でないものを同一視することにあると考えていたが、その場合の記述でないものとは、ヘアーにとっては具体的には指令であった。近年のメタ倫理学においては、コーネル実在論や還元主義といった自然主義の立場が復興している。これらの立場は、良いと自然的性質が定義によって同一になるのではなく、 刑事上学的に同一であると考える。つまり、彼らは確かに、ムアの言う自然主義的語尾は語尾であると認めつつ、自然主義者は、必ずしもそうした過ちを犯す必要はない、と考える。言語行為と、規範倫理学ムアの自然主義的語尾批判、長井都ド也 .com。ありがとうございます。